みなさんこんばんは、VTuber のキマイラです。まあ、朝一度フランス語を勉強しようかなと思ったものの、昔読んだフランスが舞台になっている少女漫画を午前中ほぼずっと読んでしまい、午後からちょこっとだけフランス語の勉強をしました。ですね。あとそんな何にもしてないですね。で、フォニックスの、面白そうな教材を見つけたから買おうかなと思ったら、アメリカのアマゾンで。そしたら、送料とか合わせたらそこそこするんで、タオバオの方がなんかいいのあるんじゃないかと思ってみたら、タオバオの英語教材って似たのはいっぱいあるけど、フォニクスっていうのは意外になくて、そしたら、フランス語もあるの？ドイツ語もあるの？あるの？イタリア語もあるの？ロシア語も、何々語もとかなっていって、もうフォニクスどうでもいいや、みたいになって、なんかちょっとフォニックス以外を買ってる感じです。というわけで。で、まあ、なんだかんだ言って夕方になってしまったのですが、ちょっと、本当にこれバカでね、英語の教材、アメリカのアマゾンで見たときに安い、しかもこう、レートを考えたら、アマゾンのレートで、買うより、自分で、自分の持ってる、こう、ドルで、こう、持っとけるところから下ろしてもらうようにした方が安くなると思って、でもこの、今、ドルの安い口座ってほぼ何も入ってないってことで、ちょっと離れたとこまで行って、通帳のお金移して、戻ってきて、さあ、ドルに換算しよう、って思ったら、土曜日。土日は、そういう、レート、変えてません。っていうことになって、前できたんじゃないかなと思うのにね、できなくなってて、まあ、月曜日になったら、このセール終わってるかもしれないし、レートもどうなってるかわからないし、いいや、タオバオ、みたいになってしまったんですが、で、まあ、今ちょっと、この近所じゃないんですけどね、実家の近くはもう、淀川花火大会も家から見えたぐらいのとこだったんですけど、今は結構離れたところに住んでるのに、花火のズドーンが入ってるんじゃないかなと思います。というわけで、韓国語の、勉強、中国語でやっていこうと思うんですが、例文の作っただけで、スライドとか作ってないねっていうのとか、この部分ですよね。ここでいいや、みたいな感じ。そうかな。これでちょっと、フォント大きくしたり、すればいいかなと思います。なんか音だけ花火で、ちょっとうちの家こういろんなチャンネルが入らないんですけど、テレビテレビ大阪でやってるはずのは見れませんということで、なんかまあ YouTube で探せばライブでやってる可能性あるけど、ちょっとですね、なんか
もう、まあ、自宅なりとかでベストポジションを取った人がライブで流してる可能性とかあるんですが、まあ、次男を見ながら、ジェシャオにダ・ジャーレン、あなたの家族を紹介するですが、流し、いいな。かな、つ、そう、はい。かな、つ、ち、つ、자의어머니와나무긴데스니어머니선생님의아버지네돌아오시다보긴데스니아버지가선생님이에요바바시마ですね、선생님의아버지가중국사람이에요부친자라오아니가라오시다부친시중국선생님의아버지가중국사람이에요저는아들이없어요아들이저는아들이없어요뭐네요아저엄마아들딸둘딸둘딸둘何まあ、딸둘양아뇨아르디인가나그래단어2つ並べてるんだったらコマがあるよね양아뇨아르딸둘딸딸한명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 한인가요좀스네님구나그녀는아들한명이있어요그녀는아들한명이있어요다요아들한명이있어요
그녀는저는엄마가두명있어요저는엄마가두두명두저는엄마가두명있어요뭐뭔가좀すでにしんどくなったんでこうなんか本当にすごい。お？よ？あとまあちょっと音があのまあそういう入ってこう動画として気になるもあるし私自身がちょっと雷なんか全然花火なんか見えないんで雷みたいですごいちょっとあの精神的に不安になってるのもあります。저는엄마가두명있어요엄마가두명있어요저는엄마가두명있어요엄마가저는엄마가두명있어요何遍も聞く話じゃないような気がします。大バンラ言われた。そうですかね。返事に困りますね。お父さんは大変ですね、しかも。학교텔레비전아들하나어머니아들あの疲労になんかさっきの例文なんか加速が入った気がします。長何年の無期在所はある。く。なむじゃ。なむじゃえ。くなむじゃえ。어머니가서울에있어요어머니의딸なんかあの子供がいません、あの、だいたい子供がいませんとか、あの辺からちょっと疲れ始めてたんですけど、お母さんが二人いますって、もうちょっとノックダウンしそうになって。あの、普段そのネットストーカーにやられてることって、まあ、もっとひどいことなんですけど、あの、まあまあ、元彼とのなんか、
辛い思いでこうそのまま喋られたりとかするもあるんですか。微妙に来る疲れる、うん、あの話題っていうのも。というわけで、まあ、さっきの例文、まあちょっとね、あの今までの流れを知らない人がこの動画だけ見たら、あのね、あの機械で AI で作ったちょっと不自然じゃないというか、ちょっとあの実際に社会家庭とかを考えないで作られた文章でしょっていうだけの話なんですけど、まああの本当にだから疲れるあの音とかあの言葉とかいっぱい聞いてるんで、でまあそんなのもあってちょっと昔読んだ漫画を朝読むとかなってたんですけど、ちょっとまあ、はい、ちょっとまあ私が読んでたその漫画もちょっと家庭環境の複雑な男の子がまあ頑張って生きるみたいな、それなのになんかオチが不幸みたいな、あのどうしようもない漫画だったんですけど、まあそういうわけで、ちょっとノックダウンしようと思います。できたら明日からも続けたいです。ご視聴ありがとうございました。VTuber キマイラです。チャンネル登録よろしくお願いします。